アンワル・エルガジは、オランダ、南ホラント州、バーレンドレヒト出身のサッカー選手、アストンビラ FC 所属。ポジションはフォワード。実際の発音は、エルガジに近い。地元クラブの BVV バーレンドレヒトユースで2000年から、キャリアをスタートさせ、2006年から、フェーノールとユースで2年間プレーも、トレーニングに臨む態度が悪く、メンタリティの問題を問われて、 ケイノールと追われる。フットボールをやめようともしたが、ロッテルダムで、フットボールスクールを開いている指導者、トニー・ペンゲルの助言を受けて、スパルタ20へ移り、その後スパルタ・ロッテルダムユースで、マルセル・ファンデルネトという、唯一まだ僕を信じていてくれた人に出会ったことが、キャリアの転機に、2013年にアヤックス・アカデミーに移籍、UEFA ユースリーグでプレーした。 2013年7月、アヤックス・アムステルダムと契約した。2014年8月、ヨハン・クライフス・スハールの PC ズボレ戦にて、リカルド・キシュナとの交代途中出場でプロデビューを果たした。8月10日、フィテッセ戦でエールディビジデビューを果たし、8月17日、AG ・アルクマール戦でプロ初得点を記録した。2017年1月31日、 リーグアンのロスクリールメトロポールに移籍した。2018年8月22日、エフルチャンピオンシップのアストンビラ FC にレンタル移籍。2019年6月10日、アストンビラ FC へ完全移籍し4年契約を結んだ。オランダ代表として各年代でプレーした。ありがとうございます。